さんこんばんみーということでね、始めていきます。いやー、来ましたね、お知らせ来ましたねっていうか、まあ何かは来るでしょうけど、白にゃんこと、まあわけわかんない感じになってますけど、白にゃんこダウンロード、46250万、まあこれと、あとは協力イベントの聖域を蝕む魔石が復刻したということでね、まあこれ全部終わらせまして、一応ね、協力バトル、星10まで全部終わらして、まあこのイベントも終わらしてね、ジュエルがね、なんと86個あるんで、まあね、武器ガチャ5連行ってみようかなと、ちょっと軽くね、思います。いや、ちょっとね、武器ガチャの流れが来てるんでね、俺には今。やっぱりどうしても弓と俺、斧が欲しいんですよ、この中で言うと。他は別にあんまいらないんですけど、弓と斧が欲しいな、マジで言ってか、特に弓が欲しい。本当に特に弓が欲しい、俺は。斧はまあ見た目が好きだけども、これはちょっとまあ感電で弓の星4っていうのが俺すごい欲しくて、どうしても欲しいんです、これは。まあ剣もね、正直欲しい、これは。これは欲しい。見た目が好きなんでね。まあ武器スキルが強いかどうかは置いといて、見た目が好きなんで欲しいです。で、これは見た目も性能も強い。これは欲しい。ということでね。うわぁ、斧か剣か弓。まあむしろ全部出てきてくれて構わないよ。構わんよ、俺は。全部出てきてくれてさ。お !2 回出た、ランド走ったよ、これ。いいんじゃん。いいんじゃない？出てきてくれて構わんよ。はい。幸先いいです。金です。まあそんな甘くないですね。そんな甘くなかった。マジか。マジか。まあいいっすわ。まあいいっすわ。ちょっとまあ、精神的に来たな、今のは。まあね、前回はちょっと結構当たっちゃったんでね、なんともまあ、言えない。ただなんかね、周りの人でね、10連でね、星4が4個とかね、出てる人、結構ザラにいるんでね、そういう人がいるのを見ちゃうとやっぱりね、欲張っちゃいますよね、僕も。まあ、13連で2本だから、前回は。まあまあいいのか。っていうか、武器ガチャもプラス1してくんないですかね？ねえ。思いません？なんか武器ガチャもなんかキャラガチャみたいにさ、11連にしてほしいですよね、本当に。もうそれ来るんじゃないですか、もしかしたら。5000万ダウンロード記念で。武器ガチャの方もプラス1つけます、みたいな。それをやってくれたらね、メガネのプロデューサーもね、なかなかやるかなと。なかなか仕事できるなって。思いますよね。はい、ということで今日もね、暑かったですね。今日もちょっと何ですか？ちょっとした雑談しますとね、暑かった。何ですか？俺、ニュースとかさ、最近テレビ全然見てないからわかんないですけど、なんか猛暑日が5日間連続って結構記録更新がかかってるとかどうのこうのっていうのを今日会社のね、人から、てか社長から聞いたんですけども、そんな感じになってるんですか？確かに、この、日曜日からもうクソみたいな暑いからな、本当に。やばかったっすよ、正直、本当に。もう仕事しちゃいけないよ、この天候では、もう。もうみんなでもう正直バカンスモードに入りたいですよね。もうみんなでね、もうハワイとかグアム行ってもう遊びたい。もう日本国内に誰もいないような感じでね。たまにはみんなハメ外すのもいいんじゃないかなと思いますよね。いや、本当に、もう、この気温で仕事は本当にダメだって、本当に。暑い。まあ今はクーラーでね、ガンガン当たってね、まあ気分いいんですけども。チョココロネさん。はい。小賀さんおすすめの抹茶アイスをモナカで探す旅に出ますと。いや、結構ね、あれもね、最近ね、違う、ファミリーマートだ。ファミリーマートであったんですよ。その、抹茶とモナカの中に、ほら、チョコモナカジャンボみたいな形状のモナカの中に、抹茶と餅が入ってるやつ。それね、餅とあと何？あと、あんみたいな、あん。だ要は、宇治金時抹茶みたいなのを、もう本当に凝縮した抹茶があるんですけども、それがね、めちゃくちゃうまかったんですけども、もう、もはや売ってないですね。あれは多分期間限定だし、
てかコンビニの商品って結構入れ替わるのが早いんでね、商品のその回転が早いんで、まあ、ずっと買い続けるっていうのはなかなか難しい。本当に王道になってこないと。それこそ本当チョコモナカジャンボくらいの有名、もうね、ロングセラー商品レベルにならないとね、本当に商品の回転が早いから、コンビニでお気に入りのものを見つけてもね、正直もう、時間の問題なんすよ、なくなるのね。だからスーパーとかでね、最近探してるんですけど、あんまりないんですよ。そう。美味しいのがね。世界史だとマクマルさん。大陰持ちミカエラちゃんのお墓ソロを期待せざるを得ないと。まあ、しないですね。俺ね、ソロとか興味ないんですよ、あんまり。だって、協力バトルって言ってるのに、なぜソロで行かなきゃいけないのかっていう、ね、風に考えてしまうんだ、俺は。協力バトルって言ってるんだから協力しようぜっていうね。わざわざ別にソロで行くことないやろって、僕は思うんで。だったら俺みんなでバイバイ楽しくやりたいかなって。まあ、これ前にも話したっすね。そう。ソロでやる気はさらさらないですね。まあ、ほらね、協力バトル以外の、なんかイベントで、ソロでしかできないイベントだ、どかだったら、まあ、わかるんですけどね。だから、要は、スーパーカムイファイアとかありましたよね。あれはだってほら、協力でできないから、ね。いいんですけど。一人でやる気にならんな別に。なんかね、俺なんか違うんですよね。楽しくないという、一人でやっても。そこなんですよ。自分が楽しめないから、まあまあやってもしょうがないかっていう発想に至ります。まあ、ぶっちゃけた話、俺が一人でやっちゃうと、もうね、すべて余裕なんで、正直、墓標ところ、もう墓標やんないっすよ。なんでみんなさ、お墓好きなんですか？よく思ったけど。俺別になんか墓標って言われてるけど、墓標がそこまでそんなに、そんなに、あんまり行った記憶がないっすね。墓標だったら俺虚無の方がなんか好きです、俺は。なんか早いし、終わるの。結構サクサク終わるのが早い方が俺好きなんでね。結構長引いちゃうとクエストが、一回のクエスト嫌なんですよ。だから奈落とかも結構好きですね、俺は。スケノータさん、おへそちょうだい、ゲス顔と。かっこゲス顔。あげます。俺のおへそはね、まあ、減るもんじゃないしね。減るもんじゃないし、あげますよ。これ、でもこの子よく見たら可愛いな。ね、ライライ。おへそハンターって。だからこの双剣結構デザインかっこいいんだよなぁ。かっこいいっすよね。なんかモチーフっぽくないんだよな。ちょっと違和感がある。ただかっこいい。ライライなぁ。このくらいの褐色の肌の子も結構好きなんですけどね。もうちょい、ライライもこれね、もうちょっとね、あと5年経つとね、これだいぶいい女に成長しますよ。俺が言うんだからこれ間違いない。あと5年経ったらもう絶世の美少女。クレオパトラとか、ね、何、おのの小町レベルになります、多分。本当にね。マジで。思うんですけど。パーティー全員の消費 SP を消化と、っていうのが結構いいっすよね、多分これ。いちごりさん、お前の敵を不幸にしてやると。もうぜひ。お前の敵を不幸にしてやる。これ読むしかないでしょ。もう一回。ワンモア。今ね、ちょっと、アンコールの声がどうしても聞こえてしまったんでね。まあ、ワンモア行きますよ。お前の敵を不幸にしてやる。ガレア、未だに欲しいわ、これ。ガレア、これ。やっぱ何回見てもこいつかっこよすぎでしょ、デザイン。トップだわ。これ。今まで白猫キャラ何本ほど出たか知らんけど、一番かっこいい。一番かっこいいな。マジで。ガレアはマジもう、ドツボだわ、これ。レジェンドさん、夏セリナを今4とするか、来るかもわからんメルクリオのためにいますかと。まあ、それはおのおのの好きなんですけどね。まあね。まあ、しちゃえばいいんじゃないですかね。まあ、一言だからすげえ適当だけども。俺もね、勢いで結構夏セリナね、4突しちゃったんですよ。結構後悔
してないといえば嘘になる。うん、あんまり俺双剣が好きじゃないから、なんでね、あの4突したのかわからん。あの一回双剣のね、その回収6っていうのをちょっと味わってみたくてね、まあやってはいいんですけどね、別にまあ別段なんか楽しかったけども、なんかずっと使っていこうかなって思わなかった。やっぱり双剣は、うん、俺やっぱ槍がね4突圧倒的に多いんですよね。インヘルミナも結局、夏インヘルミナもね4突したしね、結局、うん。あーてか、そういえば俺、あとアーチャーだけなんですよ、そういえば。アーチャーだけ4突がいないんだよな。カモメちゃんもまだ4突で してないし、カモメかハヤトかエドガルドで悩んでるんですよね。アーチャーだったら4突するの。ハヤトかなー。カモメちゃん4突は結構みんな多分してると思うからね。ハヤト4突にしよう、かなー。ギオルグ4突、日暮さん。単発1回で苦しさって当たりなのかなと。いや、当たりでしょ、がっつり。体は最高なんでね、この女も。まあ女とか言っちゃうけども、この女も体すごいからな。このエクソシスト、クルーシャ様ね。クルーシャさん、ほんとね。これモデル変更したとか言ってたけどさ、ガチャ画面めっちゃ揺れてるよね。なんだったんだろう。背景、ピリカさん。しまリセしちゃったもんねーと。もうなんかエシリアみたいな話し方になってますね。しまリセねー、もう終わっちゃったもんねー俺は。人間どもお、モチーフだ、しかもモチーフだ。すごい、これマジですごいな、極めたな。メリクリオ極めたな本当に。ノーンさん、リュークシーともに4突と。スズはドラゴンライダーよりも早いぞ。武器引けてよかったと。速さいいっすよね。速いのか、結構やってて楽しいからね。移動速度と武器、攻撃速度が楽しい、本当に、アップが。特に攻撃速度が、ね、楽しいんですよね。本当に。レイさん、歌動画と。小賀さんの、クールで、ハイリツな歌動画、YouTube と。まあ、まあ、完全に、褒めすぎですけど、毎回ね。まあまあ、自己満足ですよ、本当に。てか、カラオケ行きてえわ、本当に。レイさんとカラオケ行きたいわ、本当に。てか、機材買いたいな、本当に。金がないからね。なんかね、なんだろう、このわけわかんないコンデンサーマイク。あ、ちょっと見えるかな。あ、見えねえわ。こういうマイクを使ってるんですけどね。いいのかな。なんかね、2000円ぐらいのマイク買ってね、買ってるだけなんで、まあ多分、音はそこまで良くないのかわかんないですけど、まあまあ、飽きるまでやろうかなと思ってます。まあ誰になんて言われようかね。関係ないですからね、正直。でれれれん、りょうさん。RYO さんね。とりあえずまったりね、と。まあね。ちょっとハマりすぎるとね、燃え尽き症候群みたいな感じになりますから、ちょっと今完全燃焼したパターンです。完全燃焼モード入ってる。完全燃焼しちゃったからね。チャグマと夏で。あとドラゴンライダーで。今ちょっとまあ落ち着いた状態ですよね。あんまりもうやることもないという。これは、また、草かむりが3つの、読めないですね。疲れたと。いやー、お疲れ様です、ほんとね、毎日。まあね、最近はやっぱ疲れるよなぁ。俺もなんかね、ちょっと疲れましたよ、もう最近はほんとに。なんかもう、いろいろあってね。泣き疲れました、正直。最近めっちゃ泣くんですよ。まあ、いろいろドラマのせいですけど、全部。ドラマのせいだしね、今日ね、車乗ってたらね、すれ違いざまにね、なんでしょう。ちょっと細い道あったんですよ。細い道ね。で、俺が、まあまあ、もう、対向車来てたけど、ほらもう、結構スピード落とさないでさ、スピード落としたけど、ちょっとね、やっぱ落として、まあ、ギリギリのとこ行ってて、もうすんごいスレスレなんですよ、対向車と。道細いから。でね、その、
その対向車のね、運転手、まあ女性だったんですけど、多分、俺より多分、6つぐらい下なのかな、パッと見。めちゃくちゃ、もうすごい、めちゃくちゃメンチ切られましてね。22ぐらいの女にね。本当にね、もう、あれで泣きそうになったわ、本当に。というか、もう降りていこうかなと思ったもん、本当に。もうすごいっすよ。今時の若い子ってあんなにメンチ切るの？もうだからすごかったもん、ほんと。こんなんすよ、マジで。しかもここもう窓ガラスもこう、もうこんな感じで、このレベルで、こんな感じで見てきますからね。俺ね、さすがにね、さすがの俺もね、と思いましたよ。と思って、もうね、Uターンして降りていこうかなって、俺、初めて思うぐらいのメンチの切られ方されたんでね。ちょっとびっくりしちゃったっすか。そんなこともあって、ちょっと、累戦が結構今やばいんですけどね。だいぶ落ち込んでますけどね。うん。さやねえね。肉棒さんの、懐かしいな。肉棒さんのフォロワー間違って外してしまった。ももと。お疲れ様です。はい。レオンさん、次はシャナオかよ。やることまだあるけど、マジで引退しようかなと。やることあるなら別に引退しなくていいんじゃないですかね。おかっきーさん。かすみザック・レイブンが残像権を覚えましたと。どういうことですかね。残像権？どういうことだ、残像権って。まあちょっと、よくわかんないですけどね。まあ俺は海洋権は使えますけど、残像権の使い手ではないんでね。ちょっと、今度まあ残像権のね、覚え方をちょっとぜひね、おかっきーさんに教えてもらいたいなと思います。どんな感じなんです残像権って。こんな感じかな。あ、ちょっと今まだ本気出してないから残像になってませんけどね。あ、今結構、めちゃくちゃ早く動きすぎて止まったパターンですね、今。うん。まあ何を言ってるんだろうね。毎回毎回。まあ嫌なことだけども。リオさん。カズキ、念願の団員獲得おめでとうと。いや、ありがとうございます。本当にね。なんだか感動したと。いや、俺がね、やっぱ、俺本人めっちゃ感動しましたよ、マジで。うわとか言ってから、30秒間ぐらい何も喋れなかったからね。まさかの、愛しのダーリンスレイブが来てくれたかと。あれ、本当にね、もう結構長いこと追い求めてましたから。本当にね。あー、でも、今回の弓欲しいわ、あの関連の弓と、あと、斧。あの二つはマジで取っときたい。見た目かっこいいし、ねえ、弓に至ったらちょっと本当俺性能、まあ、性能っていうわけじゃないですけど、まあ、感電の星4の弓がどうしても欲しいっていうのがあるんで、だってあの、星3の感電弓があんだけ使いやすいから、俺星4めっちゃ欲しいんですよ。うん。俺感電押してるんでね、とにかく。俺は感電押しなんで、うん。燃焼とかあんま別に、あんまり別に、うん。あ、凍結も強いですよね。てか、とにかく敵の動きを封じ込めるやつが絶対強いから。うん。ありがとうございます。これからもね、共に心を震わせるようなね、感動ヒストリーを、お見せしていければなと、思ってますよ。月刊マーポコ9月号と、太もももももの内と、はい。封じ身じゃない、風ちゃん。あ、封じ身じゃない、風ちゃんね。封じ身じゃない、風ちゃんね。つぐみ、あ、歌すぐみさんね。ダンスでござるよ、と。あ、フランだ。フランかわいいな、フランかわいいな。フラン、蝶々結びめちゃくちゃ雑だな、これ。蝶々の部分が、大きいわ、これ。どんだけ靴紐長いんだよって話ですよね。うん。あ、すげえ、ポッキー装備してる。ポッキー装備してるよ。ほう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 。あ、これでも、ポッキーはなかなか強そうだな。消費 SP マイナス 5% と SP プラス 3% か、割といいと思う。で、ヨウさんかな？YOU さん、ヨウさん。ほら、ありがとうございます。エコグリーンさんの声に癒されたと。あ、えっちゃんね。小賀神動画と。小賀神動画かな？ありがとうございます。神とね。呼ばれるのはもうこれで、
もう何年目になるでしょうかね。いい加減もう、突っ込むのもやめました。えっちゃんね、えっちゃんはね、結構なんでしょう、あんだけ俺が失礼なこと言っても顔色を一つ変えずにね、まあ、顔は見てないんでわかんないんですけども、もうね、もう眉をピクリとも動かさずね、広い心でね、本当に、スカイプしてくれた思い出がやっぱり強いですね。で、未だにやっぱりスカイプの方でね、やりとりするしね、えっちゃんね。確かになぁ。あの人はほんと心が広いっすよ。普通だったら切れてますよ。切れてないっすよ。じゃないっすけど、普通だったら切れてますよ。あんな感じで接してこられたら。あ、年下のわけわからないガキンチョに。あれは俺だったらブチ切れるもんな。ドラゴン4突さん、フォローありがとうございます。よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。4突ね。見せてやると。いやー、ドラゴン4突は本当に強いと思うよ。やっぱりね、今後、ドラゴンライダーが出たら回していこうかなって多分人増えますよね。あとアニメコラボか。なんなんでしょう、アニメコラボって結局ね、アニメね。JA15 さん、ダイインおめでとうと。いや、ありがとうございます。自分もめげずに頑張りますと。いや、めげたらダメですよ、本当にね。いつかはいいことありますから、絶対。いつかはいいことある。それは本当にもう、保証しますとかね。オレンジ君サブ、ジュエルを現金と思えば簡単には回さないと。まあね、やっぱりでもね、それ、思えたら苦労しないんですよね。やっぱジュエルはね、ジュエルなんですよ。ジュエルはジュエルと思ってしまうよ。奇跡さん。奇跡さんね、夢を捨てられなくて、諦めることを諦めた時だけに起きる奇跡と。まあどういうことでしょうね。まあ、なんとなくね、言いたいニュアンスはね、わからなくもないけど、やっぱりちょっとわかんないですね。はい、ということでね、今日はちょっとまあ、こんなところでね、最後に、もう少しで僕のね、なんと言っても、あれなんで、フレームね。まあ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 、あれですよ。僕ももうちょっと誕生日なんでね、もう、ちょっとこんな感じですよ、本当に。まあ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 。まあ、3日4日早くてもまあ、全然気にしないです。やっぱり、5分前行動っていうものがあるように、やっぱね、5日前行動っていうのもあってもおかしくないかなと思ってるんで。やっぱ、そういうのは早く早めに、早めに早めに、ね、前倒し前倒しでやっていきたいじゃないですか。そう。だからもう、ハッピーバースデーですよ。まあね、皆さんからのね、プレゼントをね、どしどしもう、お待ちしてるんで、送ってください。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。あー、5連当たんなかった。ショックだな。マジか。